皆さんこんばんは、ハワイケイスケです。本日2024年、9月3日、21時34分。本日、井上尚弥選手の試合や、武見選手や、平岡選手、勝利おめでとうございます。まあ、一応今日の試合に関しては、まあ、撮影しながら、まあ、言葉で、まあ、どうしてるのか、というところと、まあ、心の声も同時に使いながら、まあ、対応しながら頭の中を渡したり、まあ、腕の力とかもそうですね。で、まあ、今日の試合で一番難しかったのはその比嘉選手との試合でした。まあ、あの同じ、まあ、同門対決ということがあって、お互いにこうスリップがあったりだとか、まあまあ、試合結果でダウンという形で試合中は、まあ、宣言がされてましたけども、後でスローモーションで見ると、まあ、後頭部への、パンチで、まあ、そこは、多分ポイントとして認められなかったか何かあったんじゃないかなと思っています。まあ、まあ、そういうふうなところも、しっかりと撮影できてよかったなと思っています。まあ、まあまあ大橋会長のその、まあ最後、まあ本当はここだからと、おっしゃってた言葉と、まあまあまあ公営病院の件の松川さんの件ですね。だからまあそれらの話を全て総合していくと、まあ、まあ時期云々等もあって、まあ東京の後楽園ホールというような形で試合を行ったんだと思います。で、まあまあその動画の撮影した内容、喋ってる内容の受け答えだとか、まあ一つ記録として、まあまあそういう状況を見れば見るほど、まあもう本当の人口はもう51番とかに記載してますから、実際今のところ3000万人いるかどうかわからない状態ですので、まあエネルギーの残存問題に関しても、まあいろいろ悩んでいる部分がありまして、まあその証拠を今後どうするのか、まあ、例えば YouTube とかで、まあ、解説されてる人たち用に、まあ、しようとかも一瞬ちょっと考えたりとかもしました。まあ、やっぱり、今日のレミノという無料で、まあ、会場にいらっしゃるお客様の数も多分後楽園ホールなんじゃないかなと思うんですけども、まあ、無料で見れて、まあ、資金的に、まあ、今まだゆとりがあるからなのか、まあ、その経営の方のところに関しては僕もちょっとよくわからないんですが、まあまあそういう部分を含めて、いろいろお話できたらいいんじゃないかなと思っています。で、その、まあ、外からそのしっかりと声かけれたの井上尚弥選手、まあ、昨年でしたっけ、そのまだっていう、まあ、朝の7時半ぐらいで、まあ、かなり早かったのでもうちょっとびっくりなんですけども、一応これボクシング業界の方たちにも言っておきますね。今、まだ合格かどうかは決まってないんですけども、その次の仕事として、まあ、16時30分から23時までの間を基本的に勤務時間とする仕事の面接に、この間行ってきました。で、まあ、昨日なんですけども、でここ1週間10日以内に、まあ、合否が、まあ、通知されて、まあ、その後そういう時間帯に、まあ、勤務する可能性が、高いと、まあ、こういうふうな状況です。まあ、土日祝日は休みですので、まあ
そういうふうな日程に合わせたその試合の組み方に、まあ、変えていただいた方がいいんじゃないかなと思います。まあ、民間企業には倒産もありますし、まあ、その井上尚弥選手の試合をそのラスベガスでさせていただけるっていうのは、まあ、今の円安状況を考えると、まあ、それはいいことなんじゃないかなと思っています。まあ、まあ、あとは、まあ、平岡選手に関しては、まあ、途中からだったんですけども、まあ、頭の中を渡してと、まあ、そういうふうな形で対応できていました。で、武井選手と、比嘉選手の試合、まあ、どちらかにつこうかどうかっていうところで、まあ、もう、多くの試合に取り組みすぎて、例えば比嘉選手は、もともと世界チャンピオンの八重樫さんの、まあ、元でという立場で、まあ、同じジムとして聞いています。で、まあ、武井選手に関して、まあ、その前に流れてたその VTR で、その試合がもう始まってるものかと思って、未来の時間軸から頭の中とか渡してたんですよ。で、まあ、もしかしたらその時間軸の時にも世界戦でしたから、頭がリアルタイムの時間帯に渡していて、未来からも渡しているっていう可能性が、あると思います。で、まあ、そういった状況の中で、もう武井選手側で、まあ、勝利を狙っていくというような形で対応させていただきました。まあ、比嘉選手には大変申し訳ないんですけども、まあ、どうしても日本人選手対決になると、まあ、その辺のところが、まあ、今日の試合で言うと、正直日本人選手同士の試合の方が難しく感じました。ということで、まあ、今日の試合中も含めてそうなんですけど、まあ、全く笑ってない状態で、もちろん試合取り組ませていただきまして、まあ、その動画で述べてる内容だとか、広岡選手の時に、まあ、右上のまぶたが、怪我されてましたけども、まあ、その時、春山整骨院から出てきた人の車のドアの閉める音、結構大きな音、その時に発生してるんですよ。で、まあ、その後の、まあ、武井選手や比嘉選手の件に関しても、多分そのあたりだと思います。まあ、平岡選手に関しては、その相手の選手を、骨折とかさせないように、ダウンを狙いに行くと。まあ、武井選手の時もそうでしたし、まあ、井上尚弥選手の時も、まあ、それは、音声で記録してなかったのと、あと、まあ、電波で C っていう声が聞こえてきたので、その辺のところ、言わないようにしたんですよ。あと、心の声でも唱えなかったり。まあ、まあ、何が正解なのかのところはちょっと難しいんですけども、まあ、試合の形としては、まあ、日本で開催されてましたし、まあ、レミノという形で、まあ、対戦相手の選手の国では、まあ、放送されてると思うんですけども、まあ、そちらの方のお金の周りとかは、私の方でも、私の方では、まあ、全然わかりませんので、まあ、その辺のところ世の中どうなってるのかなというところは、まあ、やっぱりあります。まあ、そういう部分も含めて教えていただけたらなというところと、今日のその平岡選手の右上のまぶたがそのカットされていたのと、まあ、武井選手の時、いや、
比嘉選手の時の怪我はやっぱりまあそういう風な形になってます。まあ、日本人ですから、まあ、日本国内のその春山聖骨院の件で、まあ、やっぱり日本人が責任をっていうような形の部分がありますので、まあ、まあ、安全面は考慮して行ってはいるんですけども、まあ、結果的にそうなってしまっています。まあ、野球とかで例えると、ああいうような形の時に、例えば僕は阪神タイガースのチームを勝たせようとしている時、エラーが発生したりだとか、だから、まあまあ、ワールドベースボールクラシックとか国際大会の時とかは、それは非常に外から声かけられたりするのは、それは非常に厄介ですね。まあ、そのあたり、多くの、まあ、町の人たちや、多くの国民の人たちが理解していただけると、その、ボクシングのことばっかり考えている人は、まあ、ボクシングの試合ばっかり見てるわけじゃないですか。で、そのボクシングの試合が終わった後、例えばプロ野球の試合が終わってないだとか、まあ、そういったところまで、まあ、特にこの辺に住んでる人たちとか、まあ、配慮していただきたいなとは思います。以上です。皆さん、本日はお疲れ様でした。まあ、まあ、体の筋肉のつき方とかも、含めてなんですけども、まあ、井上尚弥選手の試合、まあ、今日はしっかりと、まあ、勝てたっていうところと、まあ、そのあたりのところも、まあ、いろいろ考慮すると、まあ、まあ、無難に勝てて、よかったなと。もちろん、私も井上尚弥選手も気を抜かずに、試合に取り組んでいまして、しっかりと、対応できたなと思っています。やっぱりもしもということがあったらあれですので、以前ああいうふうな、ダウンが発生してますので、まあとにもかくにも、油断しないように、対応させていただきました。以上です。本日は皆さんお疲れ様でした。